ライジョンですよね。今日もやっていくんですけれども、私のこの姿見てもらえればわかると思うんですけど、そうです、今日はスパルタ塾やっていきたいと思います。このね、天界スパルタ塾、天界に行けない、最近成長ができていない、成長実感できていない、そういう人のための動画になってます。はい、ということで、ね、やっていくんですけど、今日はね、高回転デッキを2つ、そして、中量級と見せかけての大型デッキを1つ、紹介していきたいと思います。まあ、このね、動画では、まあ、めちゃくちゃ詳しく丁寧にね、こう解説するので、まあ、使ったことない人や、まあ、使ってるけど、まあ、ちょっとちゃんと使えてるのかわかんないみたいな、そういう人もこの動画見たら一発、あー分かっちゃったわーって、まあね、そんくらい簡単に、分かるようにね、解説していきたいと思います。はい、ということでね、やっていくんですけど、まず一つ目のデッキ、こちら、人気デッキですね、ドン、ホグ、ホグですね、2.8 ジョグ。まあ、このね、ファイスピの普及によって、生まれたね、この 2.8 ジョグ。まあ、このね、正直、ファイスピの枠は、LSP でも、ISP でも、なんでもいいと思います。もうね、スピリット枠、まあ、1コスだったらなんでもいいかなって思ってます。まあ、ヒースピはあんま向かねえな。うん、だけど、まあ、1コスの、まあ、そこら辺のね、スピリット系だったら、まあ、なんでもいいかなといったところで、さあ、やっていきます。まあこれはね、やっていくんですけど、まあ、こちらですね、大切なことがあります。一つ、まあ、守りの硬いデッキに対して、まあ、例えばですけど遅延系のデッキ、まあ、トルネット施設が入っているとか、まあ、あとはこうなんだろう、メガナイトが入っているとか、まあ、そういう相手には結構こうホグを通すっていうね、意識とか、まあ、削るっていう、そういう意識が大切になってくるんですけど、これラバとか、ゴレに対してなんですけど、その大型系に対してはこれね、保護を通すっていう意識を捨てた方がいいです。はい。とりあえず、胞子を貯める。まあ、これもね、まあ、後ろから胞子を出していって、で、やっぱこのデッキっていうのは回転が速い 2.8 なので、そう、矢なめ打つじゃないですか、相手は。なんですけど、ここね、ウッドとか打って、さあ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 、これはスケからのファイスピで完封できるぞ。よいしょ。いや、ちょっと待って、これ。よいしょ、はい。まあ、こんな感じでね、これはバルキリー挟んであげて、よいしょ。さあ、ちょっと食らってしまいましたが、まあ、ここはいいんですよ。で、ここを、奉仕、挟んでいく。で、まあ、これ、相手がね、高回転で、今相手ね、施設を使ったので、ここは、スケルトン出して、この奉仕に対してなんか書き切ってくれたら、ここ、ホグ行きます。これね、相手施設もないので、まあ、スケルトン部隊とかあったらちょっと嫌なんですけど、オッケーオッケーオッケー。これは、後ろに釣っていって、うん、ふんふんふん。これは、ウッドを裂かずに、あいつに当てていきましょう。後ろですね。さあ、OK です、OK です。矢波を切ってくれました。で、ただここで胞子をつけてしまうと、相手がね、ごぼうりを、正位置に出した場合、キング起動されてしまうので、ここは一旦待ちます。ただ、相手が矢波を切ったので、ここは、スケの次がね、さっきのサイクルの通りだと、ホグなので、まあ、これは胞子からの、ここら辺に出しね、逆サイに行ってもらいながら、さあ、ここで、スケで、カバーリング。しっかり延命していきます。さあ、そしてホグ。まあ、こんな感じで、胞子ホグの形を意識すると、この胞子が出してきたこういうね、メガナイトとかに対してね、めちゃくちゃいい感じに守ってくれるので、あんまりね、ここはファイスミ飛ばして、よいしょ、バルキリーでキャッチングしていきます。さあ、ここでもしね、胞子に2体目出しません、まだ。で、ここは矢の雨がそろそろ回るので、一旦待つんですよ、ここで。で、なんか出してくる読みの、まあ、ウッドとかをね、転がしていきながら、削っていくと。さあ、そしてここはね、胞子を出していって、まあ、矢の雨とか来るだろうから、一旦保護を飛ばす。はい、で、バルキリーで回収と。はい、言った感じで、こういう感じでね、めちゃくちゃ綺麗に。さあ、ここは、オリアローが出てくるので、オリアローに対してウッドを当てて、ノックバック、そして一発ぶち込む。さあ、こうなったらもうね、この位置にテスラですよ。この位置にテスラです。こうなったら。さあ、あとは、よいしょ。しっかりスケルトン当てていく。まあ、これは矢波来るかなーっていう感じで、さあさあさあ、いいですよ。オッケーオッケー。こんな感じでやってあげると、さあファイス見ます。ここにテスラを立てて、もう左側岩防衛の構えですね。さあ、で、相手は矢波を切ったので、ここは胞子を出して、しっかりとあいつをキャッチングしていきましょう。スケも出して、ここですね。
さっきと同じ場所、これ完封して、GG と、はい、いう感じでやってあげると、こう、ホグだけだったら、まあ、メガナイトとか、オリとか、まあ、そこら辺で、完封されやすくなるんですよ。ただ、奉仕をつけて、ホグを飛ばす。これを意識すると、もしね、相手が真ん中、キングの前当てにユニット出して、まあ、キング起動されたとしても、まあ、ホグがやっぱ数発入って、で、奉仕もこう、ノックバックがついてるから、自分で後ろに下がるんですよ。で、自陣に残って、またそこをね、スケ、まあ、バルキリーとかで延命して2周目ホグをそこにぶち込むと。でそしたらバカ入ったりするので、まあ、そこら辺をねしっかり意識してあげる、まあ、中量級大型に向けては特に、まあ胞子を貯めることを意識する、うん、常に場に1体胞子が出ている状況を埋めると完璧ですね。矢の雨持ちとかに対しても1周目の胞子に対して矢の雨を出せる。で2周目の胞子を生かして守っていって相手はねその胞子に対して何もできないと。で簡単に守ることができますと。はい、そうなった時に残った星のカウンターホグバチコーンGG ですよ。わかりますかね。さあ行きましょう。これを踏まえてね、第2戦。いやーこれはまあウッドかな。うん。で後ろから砲車合わせる。はいはいはい。まあ、この砲車死んでもいいですからね。さあここがね大事になってきます。ターゲット管理。ここは先に見てください。バルキリーを出すんですよ。でこいつのターゲットをもらってからスケ。こんな感じで出すとペッカはスケ。そしてネクロはバルキリーという感じでね。このターゲットをね、分けることができます。こういうのも大事ですね。さあ、ここで胞子が残っているので、ホグ、飛ばしていきます。さあ、ただ、あいつは、胞子の2発とクエイクで死ぬので、ここはキング起動されてしまいますが、胞子の流れ玉。ここは胞子をね、これ、矢の雨食らいたくないので、ここら辺に出してあげて、さあ、ただちょっとしんどいですね、この状況。よいしょ。さあ、結構食らいますと。なるほど、なるほどと。で、ここで大事なのが、左サイドだけに固執しないこと。やっぱ大型相手とかね、やっぱ中量級もそうなんですけど、まあ、ペッカとかメガナイト、まあ、そういうジャイドもそうなんですけど、片方サイドに固執しすぎると、1000ぐらいまで削れても、2倍入ってからがきつくなるんですよ。でこういう時は、一旦、テスラ防衛から入る。防衛から入る。奉仕がないので、一旦施設から入っていきます。で、まあ、こんな感じで、1コスでクッションしてあげると、テスラが残るんですね。さあいいよ。でまあここら辺ね。さあ奉仕でええ感じにしてあげて。よいしょ。でここはホグを右に飛ばすと。でこれはね別にねペッカとかでちゃんと守られてもいいんですよ。ただ奉仕がいるからここはホグの一発と奉仕のノックバック。さあここで相手はウィザードとか後ろにつけてくるのかなといったところで。さあいいよ。これはウッドで剥がしてあげて。はい。さあ結構活躍しましたね。でこれはバルキリーを出してから、よいしょ、スケルトンでカバー。そしてこれは胞子が、残っているので左に飛ばしていきます。まあ、こんな感じで両サイド振ってあげる。これはテスラスケで、テスラスピリットですね。で受けてあげて、さあこれ完璧ですよ。で、右はそんなに食らってないので、このアーチャー入ってしまってもいいですね。許容しましょう。さあ、これはバルキリーと胞子を出していって、スケ、かましていきます。そしてここにテスラ。まあ、このダメージはさすがに許せないんでね。で、アーチャーが少し食らっているので、ウッド。まあ、このね、胞子とウッドがね、本当に相性がいいんですよね。さあ、これは、バルキリー合わせて真ん中に捨てていくと、胞子がね、こんな感じで見てくれます。で、ここは、ホグを飛ばすと。はい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 。で、これはね、右にホグを飛ばしていて、相手はね、こう、ザップとかを打つ余裕はね、そんなにないと思うので、まあ、あえてユニットで守っていきます。さあ、ここはウッドで、ウッドと流れ玉の胞子で、アーチを倒してバルキリー連盟。さあいいですよ。ここはジャイがね同じタイミングで来てもいいようにとりあえずテスラを立てます。さあとりあえずテスラを立てると、まあ、相手はねこのタイミングで攻めてきてもテスラに守られてしまいます。なのでここで飛ばす。でこれもし来てもペッカなので胞子を追加すると。まあ、最後の締めにこうやってね胞子を追加すると強いですねといったところで、まあ、もしね今ホグ2発目が入ってなくても胞子のダメージプラスウッドクエイクそこでね終わることができたので、まあ、めちゃくちゃいい立ち回りだったんじゃないでしょうかといったところでね、まあ、とりあえず後ろ胞子もしくはテスラのあの位置ですね両サイド対応できる位置に立てる。でまあ、ユーノとかをちゃんと1個スケもしくはスピリットで受けてあげると。はい、そうすることによってテスラを延命することができます。で次にジャイドが来てもそのねテスラの残りカスで守ることができるんですよ。で守ってテスラ奉仕バルキリーで守ってカウンター、うん、
で、バルキリーってのは基本的に半分以上残ってるとその無視された時にタワーにめちゃくちゃ入るんですよ、ダメージが。だから奉仕って結構ノックバックでね、逆サイに行っちゃうことが多いので、奉仕が右サイドで、バルキリー半分以上残ってるバルキリーが左サイドだったら、奉仕はね、まあ一発しか入んなくて放置されてもね、決まっちゃうので、まあその簡単に守られちゃうんですよ。だから、まあ、奉仕サイドに保護をつける、バルキリーサイドにつけたいとこだけど、バルキリー放っておいて奉仕サイドに保護をつけることによって、バルキリー単体と、逆サイは奉仕保護の形が作れて、どっちも守んなきゃいけないけどエリクサがないみたいな状況になって、まあ、相手はね、こうよりミスを誘ったりだとか、まあ、あとはダメージが入りやすいので、そういうことをね、するのをおすすめしますと。はい、言ったところでね、こちらホグ編でした。はい、ということでね、まあこれ続いてどんどんやっていきたいと思います。いきますよ。続いてのね、高回転デッキこちらになります。ドン、枯渇ウォールブレイカー。まあ、これね、今ね、ファイスピの普及によって、バレルが絶望的に弱いです。はい。なので、まあ、このね、ゴブリンドリル、今シーズンはね、タワーと同じレベルになるので、まあ、あんまね、レベル上げてないカードは使えないよっていうね、こう、タワーレベル9の人とか10の人、11の人、まあ、そういう人もね、自分のまあ、タワーレベルに、こう、基準にされるので、まあ、高くないかもしれないけど、決して低くなることはないはず。うん、カードレベルが低くなることはないし、ゴブリンドリル、研究家補修生来た後、まだまだ強いです。はい。なので、こちらね、使っていきたいと思います。この枯渇デッキがね、今流行っているんですよ。うん。ってことで行きましょう。さあ、まあ、ただね、このデッキも、まあ、やっぱりこう、ダックプリ、まあ、バルキリーかダックプリはやっぱね、今の環境、まあ、やっぱ、大型対策、大型もそうだけど、まあ、小物か。小物のまあゴブリンドリル対策として結構入ってくると、はい、言ったところで、まあ、これも最初は変わんないですね。削っていって吹き矢とかを貯めていきつつ、吹き矢8か、まあ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 いいでしょう。吹き矢はね、まあ9でも8でもそんな変わんないので、さあこれ後ろ吹き矢立てていきます。これは呪文来るのかな。5が来ると美味しいですね。これはゴブリンドリル、おっと待って相手がミスってる。さあ、これ吹き矢入っていきます。さあ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 、初手のね、この位置のゴブリンドリルめちゃくちゃおすすめです。大体前か後ろとかで読まれるので、この位置はね、あんま読まれにくいんですよね。さあ、これは、やっていって走らせていきます。これをね、最初にダックプリを出しておくことによって、このダッシュのダメージを入れる。さあ、いいですよ。で、インドラにやられないように、こうやってアイゴレで蓋をしてあげて、さあ、こんな感じでね、やってあげると、なあ、はい、一発。ダックプリとアイゴレでね、押し込んで一発入れることができましたね。いやー、なかなかこのダックプリの貫通ダメージをね、入れることができて、いいダメージですね。で、こういうのは、ウォールブレイカーとかで先に釣ってあげる。釣ってあげてから、この辺にスケとかを出して、はい、という感じでやると、こっちはね、カードをめちゃくちゃ回すことができるので、ここですかさず、相手はね、タルババとザップを使って呪文をね、めちゃくちゃ使ったので、ここは出します。で、まあ、ここで来てもバーバリアンぐらいだと思うんですよ、僕は。来ないですね。来ない。まあ、インドラガゴでタルザップと使ったので、バーバリアンしかないけど、まあ、相手はね、これを守ることができないと。さあ、いいですよ。さあ、これは後ろからダークプリンス。まあ、相手がね、バーバリアンしかないので、はい。ここは、テスラを立てていきながらも、アイゴルでしっかり、ガゴからダークプリンスを守っていきます。このダークプリンスがね、残ることによって、カウンターに使えるんですよね。さあ、ゴブリンドリル。ここは、まあ、タルババザップ。回してタルババザップ、もしくはそうですね、バーバリアンしかないので、ここはダックプリをね、生存させていきたいと思います。さあ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 、いいですよ。で、ここは相手、おそらくですが、吹き矢にザップ、その、あれなんですよ。まあ、タルとザップと、ファイボなので、この吹き矢がめんどくさいんですよね。毎回吹き矢にファイボを打ってることから、この吹き矢をすごく嫌がってるんですよ。なので、ここはね、ネチ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 、吹き矢でダメージを与えていきたいと思います。さあ、こういうね、ちゃんとタルババとかもスケでキャッチしてあげることが大事。さあ、これはディガーが来ましたね。裏で受けてあげます。さあ、そしてこれはね、相手、右サイド守れません。タルババを使っているので、これはウォールブレイカー。そしてこれでね、エリクサを使った相手は、このダックリをね、止めることができないと。さあ、ここは来ても、まあ、ここにババぐらいだと思うので、ウッドを転がしていく。さあ、いいですよ。いいダメージ入っている。さあ、これはダックプリからのウォールブレイカーは止まらないんじゃないかな。まあ、左はね、呪文も据えられてしまうので、無理に守ることはね、しなくてもいいと思います。って感じで、はい、サンクラをって GG と。まあ、最後の最後はね、やっぱり相手が呪文を打ったりとか、ファイブを打ったりして、こうワンチャン俺の出したスケに呪文が被っちゃったりとか、する可能性があるんですよ。
だからそしたら1コストもったいないので、まあ、それを逆に守らない、もう400しかないから守らないで攻撃に特化して、折ってあげると、はい、言ったところで、まあ、あそこはね相手も折らないと負けだったので、まあ、タルババインドラディガーとめちゃくちゃ力をかけてきたので、まあ、防衛がね逆に手薄になっていると、はい、言ったところで、あそこは守らずに攻める判断ですね。寝てました、すいません。私ね講師なんですけど、まあ、ちょっと疲れが溜まっているといったところで、まあ、寝ることがねあります、まあ、ただねそこは咎めないでいただきたい、うん、ということで、2戦目いきたいと思います。枯渇で2戦目ですね、いきたいと思います。さあここは、まあ、初手はねやっぱりこうドリルはちょっとまあ4コストでねリスクがあるので、ウォールブレイカーをセパしていって、圧をかけていきたいですね。そしてこういう遠距離ユニットをね真ん中に出すことによって両サイドのウォールブレイカーをねこんな感じで完封することができます。斜めウォールブレイカーでこれを守ってこないとするとスケとかウッドがないデッキに思えるので、メガナイトウォールブレイカーかなと思いますね。斜めウォールブレイカー、そしてディガーなので、そうですね、これはメガナイトっぽいので、まあ、ここはねウォールブレイカーをしっかり守れるテスラをここに先に立てていきます。テスラを立てて有利を作っていく。そしてここはノックバックですね。さあ、はい、このようにねテスラがめちゃくちゃ強いです。で次はメガナイトをね、よいしょ、こんな感じで守っていくんですけど、まあ、ディガーからのウォールブレイカーが来る可能性があります。ここなのでここは飛ばしてしっかりねここに出す。こうやるとキング起動がね簡単にできるのでおすすめですね。よいしょ。さあ、そしてここに、ウォールブレイカー。さあ、これはね、結構きついはずですよ、相手。ここはザップを切ったので、スケルトンでカバーしていく。OK です。で相手は、うわ、ちょっと1マス、もう1マス前に出したら完璧でしたね。これ相手はね、エリクサーがないので、ここね、ゴブリンドリル出してあげると、さあ、ここでプリンスが出てくると。プリンスが出てきても、ここ僕はね、まあ、アイゴレの逆サイ誘導もあれば、ウッドでのね、ノックバックもあるので、簡単に守ることができます。はい。という感じで。で、このキングの恩恵を受けてるときに、ちゃんとね、ウッドを出してあげると。そういうことによって効率的に。で、相手は矢鍋、まだ来てないかな。さあ、ここはウォールブレイカーセッパーでいきたいと思います。で、テスラを立てると。さあ、そして、ここはね、矢鍋を打たれる場面だと思うので、ここはね、あえて、吹きを出して矢鍋を打たれます。で、これはゴブリンドリルを出していって、さあ、さあこんな感じでね、ダックリを延命していきます。で、ここら辺にテスラを立てて、しっかりと、さあ、これはね、もう裏はちゃんと守ってくれているので、ここはダックリ。出していきます。ここで大事なのが左にこだわらないこと、さっきと同じですね。でここは右にメガナイトが出てくる。おっと右に出てこない、なるほど、これはアイゴレの逆サイ誘導でいけますね。でこれはちょっと遅れてしまうんですけど、ここにダックリを出す。そうすることによってもってなってね、ダックリに、マスキャンターゲットが変わります。でここは相手はダックリとメガナイトを割いたので、いや矢野目も割いた、これでチェックメイトです。さあ、GG ありがとうございます。さあ、といったところでね、まあ、相手の手札を完璧に読んで、守っていくこと。そして、こういうやっぱ細かい系のデッキは、2倍に入ると、その片方サイドに、固執するときつくなるんですよ。なので、まあ、結局最初の方に削っていたのは左だったけど、今折ったのは右のサイドだったじゃないですか。もう2回ぐらい振ってあげるだけで、相手は相当きつくなるので、両サイド。これを意識していきましょう。結構ね、こう、相手の手札ばっかりに集中しすぎると、逆にね、片方サイドだけにね、集中してしまう時とかがあるので、ここは一回視野を広くして、両サイドを見る。これが高回転の基本となっていきます。はい、ということでね、やっていったんですけれども、続いてね、高回転、高回転と、来たら、まあもうね、このクラロは、いっぱいデッキがあるんですよ。高回転のデッキ、中型のデッキ、大型のデッキ、そしてこのクワ型のデッキ。とあるんですけれども、次紹介していくのは、こちらですね。パン。はい。中型なのか大型なのか、結構際どいデッキですね。まあ、このね、ペッカラム、めちゃくちゃ流行っております。めちゃくちゃに流行っている。このペッカラムなんですけれども、まあ、ペッカといえば結構、まあ、4コスト3コストのカードが多いから、まあ、中型と分類されることが多いんですよ。ただこのね、ラム。
ラムと、そして4コースト2枚と、3枚ですね。4コースト、4枚やります。はい。といったところで、まあ、これはね、結構、まあ、B 大型と、言ったところで、まあ、結構ね、分類が難しいデッキなので、今回ね、ペッカラムやっていきたいと思います。ただ、このね、ゴブリンドリルが入っていない現環境、めちゃくちゃね、強いデッキです。はい。もう、このね、ペッカラムね、めちゃくちゃ上位プレイヤー使っています。なので、今極めたら、間違いなしと、はい、言ったところでね、やっていきたいと思います。よいしょ。さあ、やっていきます。まあ、基本的には、2倍になるまでは、ケツペッカはあまりしないですね。相手がめちゃくちゃエリクサーを使っていて、こっちがエリクサー有利とかを取っていたらするんですけど、まあ、基本的にはしない。さあ、これは、ダックプリで延命していきたいと思います。まあ、どうせね、これエレキ、バルキリーがね、守りきれないので、そう、エレキ一体だと、まあ、ランバー守りきれても、バルキリーは守りきれないから、もうそれならね、最初からこんな感じで延命させてあげて、強い形を作る。これが大事になってます。で、この位置ですね、見てください。この位置にユーノを出すと、トーン！はい、ユーノが飛ぶマスと、まあ、メガナイトが飛ぶマス、これね、同じになってます。なので、で、こんな感じでめちゃくちゃエリクサの有利を取ったらケツペッカ。なので、お互いのね、飛ぶ位置に出してあげると、このようにね、お互い飛ばして、こう、完封できます、メガナイト。はい、なので、ね、ぜひやってみてください。で、こうなったら相手もメガナイトいません。なので、何が起こるか。このね、ラム付け。ラム付けをすることによって、もうラムにビタビタに付けられるんですよ、相手が。で、細かいカードが来たらね、まずネク、はい、まずネク出していきます。これは、美味しいですね。これはもうメガナイトを相手に出してしまっているので、もうね、どうやっても止まりません。これ。ここで相手は、テスラ、スケルトン部隊、バルキリーと刺したので、ここでのダックプリが生きてくる。ここでのダメ押しダックプリ。これが生きてきますね。さあ、ザップまで切った。これはエリクサーがない証でしょうといったところで、ユーノも追加していくと、相手はメガナイトも出せません。エリクサー的に出せない。さあ、これは豚を裂いて、ザップも裂いている。このユーノすらも止まらないので、タルババでしっかりね、逆サイのタワーからユーノを守ってあげます。こうやってあげると、なんとびっくり。開幕1分で、サンクラです。グッドゲームです。こんな感じでやってあげると、まあね、いいですね。あそこのメガナイト、あえてユーノで受けて、莫大なアドを作る。もう1枚公園に例えばだけど、まあメガナイト、なんだろう、ランバーとか、まあメガナイト、バルキリーとかが来ていたら、そこではね、ペッカで受けちゃってください。ユーノだけでは受けられないので、ペッカでいいです。ただ、まあメガナイト1体だと、ああやって完封で受けてあげると、爆裂なね、もう相手の7コストを3コストで受けてるので、爆裂なアドバンテージがね、生まれてます。はい。ということでね、やっていきたいと思います。しかもですよ、3コスト、まあ、スケルトン部隊とかだったら、雑砲を撃たれる危険性があるんですけど、ユーノだと呪文で突破されないので、もしね、まあ、突破されるとしても、ライトニングとか、ファイアーボールをユーノに撃つことになるんですよ。そしたら、まあ、そこでね、初めてペッカで受けてあげれば、もう勝ちです。さあ、ここはね、まあ、スケルトンバレルということは、まあ、おそらくもっとね、そうですね、枯渇させる系のユニットがあると思ったので、出せなかったんですが、これゴレクローンですね。ゴレクローンの筋が。ゴレクローンの筋が通ってますね、これ。なので、さあ、ここは、ペッカ。で、大事なのが、ここで、ファイアーボールを切ってしまっているので、相手は、これね、すごく難しいんですが、もう超速攻で、溶かす。これが大事になってきます。これね、そう、からのクローンが絶対来るんですよ、ここ。なので、ここはもうマズネクで絶対に溶かす。そして、これですね。もう速攻でダックプリも出して、ホバなんか別にタワーにタゲ取られてもいいので、こう豚をね、めちゃくちゃ出す。で、マズネクは絶対に撃たれない位置です。ここら辺とかに出しちゃうと、こことかにね、マズネクを出しちゃうと、ワンチャンホバに押されかねないんですよ。そうなので、ここはね、しっかりと打てます。で、ここはね、ファイブを撃たなくていいんですよ。ラムでいいです。ここはラムと、ユーノ。結構ね、細かい系のカードが来たら、マズネクでぶちこばせるし、このね、ランバーとかミニペで守られた時に、ユーノは、活躍するんですよ。なので、このね、ゴレクライトとかは、ゴレを守った後の、もうこのね、マザネクラム、そしてユーノ追加、これが最強になってきます。さあ、ここまで行ってしまったら、変にこっちから動く必要はありませんね。もう、待ちます。後ろからペッカを出す。で、エレキを出して、ダクプリを出して、で、マズネクを超後ろに出す。これはね、基本になってます。もうね、エレキが、ペッカが、もう死んでもいいです。こいつらね、死んでもいい。おとりです。こいつらは、もう合計15コストのおとりだと思ってください。まあ、これはね、ファイブ打っていい。さすがにファイブ打っていいんですけど、まあ、これファイブ打ってあげると、
まあ、ちょっと手札回してのスケルトン、あ、そうですね、スケルトンドラゴンの追加がきます。ここで裏のマゾネク、絶対に押されない裏のマゾネクを出していきましょう。そうすることによってこんな感じでね来ても、さあこれはさすがにタルババをね出してあげると言ってあげたところで、さあここでねエレキをズシャンと言ってあげると、もう相手はねこれねなすすべありません。ここはあえてペッカを出しません。ペッカを出さないでダクプリラムライダー言うので攻めてあげます。さあこうすることによって相手はもうねなすすべありませんよ。本当に止まりません。大体ランバーとか入ってなさそうなので、ここはマザネクロをね追加してあげて、ボコボコ GG、 ウェルプレイドライキジョーンズスーンといったところで GG ありがとうございます。さあといったところでいかがだったでしょうか。このペッカラムね、もうね本当に止まりません。もうね今の環境ねめちゃくちゃ強い。まあ、ドリルがねドリルを入れる人とかもいるんですけど、まあ、現環境ドリルが入っていないデッキでのね、めちゃくちゃ強いデッキ、しかもドリルにも強いと、はい、言ったところでも穴がありません。このデッキもう穴を探すことができない、穴がないのだから、はい、といったところでねこちら、高回転2つそしてペッカラもね紹介していったんですけど、いかがだったでしょうか。もしねこのシリーズ、まあ、高評価、多くてコメントでもねまたやってほしいとコメントあったらね、また、やっていきたい、週1ぐらいでねやっていきたいと思うので、ぜひコメント高評価よろしくお願いしますといったところで、今日は講師ライキジョーンズがお務めさせていただきましたということで終わりたいと思います。バイバイ。